ハランハラン。ハロンハロン、司令官ゆかりです。前回は、マサラの民間人たちを自治領から救出しましたよね。まあ、民間人たちも、なかなかの戦闘力を持っていたので、施設破壊をお任せして、私たちは撤収しました。今回は、その次をやりましょう。ハロンハロン、霊夢だよ。今回出る新しいユニットはこちら。メディックだよ。マリンのように、人がスーツを使って戦うバイオニックたちを治療してくれるユニットで、スターツではキャンペーンしか出ないユニットだよ。代わりに、医療船という、メディックが輸送船に乗って、治療も一緒にしてくれるユニットが出たよ。もちろんキャンペーンで使えるが、それは後の話、これからメディックさんにお世話になるからね。それじゃあ、本編スタート。구역에서 제일 유명한 수배법이 이리 찾기 쉬워서 되겠나? 직접 보고 싶어서 말이야. 시민의 영웅, 지미 레이나. 타이카 스핀들레이. 옷 한번 맞추고. 세상이 좀 험악해서 자네 냉동실 신세가 됐다던데 종신형이라고 말이야 왜 착하게 굴어서 외출 허가라도 받았나 바로 맞췄군 친구 난 이제 모범적인 시민을 포착했다 그래 즐거운 소식이라도 있나 사업을 하나 제안하려고 왔을 뿐이야 자네 자치령이 여기서 뭘 하고 있는지 아나? 글쎄, 자네가 얘기해 주겠지. 외계 유물을 파내고 있단 말이야, 친구. 네 친구 맹스크가 외계 유물에 미쳐버렸어. 그런데 어떤 단체가 엄청난 돈을 제시했거든. 자치령이 가진 유물을 자유롭게 해달라고 말이야. 아, 이거 거절하기 어려운 제안이라고. 안 그런가, 타이카스? 계약 성립. 6대4 7대3 물론 내가 채 이거 옛날로 돌아간 기분이야 좋은 시절이었지 ここでタイカスの登場それでは彼が持ってきた事業を聞いてみましょう사령관님덕분에마사라는이제아크트로스맹스크에대한전면적인반란상태에돌입했습니다전과자인타이커스핀들레이의말에따르면자치령은외계유물을발굴하러마사라에왔다고합니다유물을가르치면테란자치령에다시한번타격을줄수있을뿐아니라핀들레이의비밀의료인에게판매하여자금을마련할수도있습니다これからメデックを使いますがメデックはキャンペーン専用ですまあキャンペーンばっかりしますからいいかしらそれじゃ始めましょう별거없네그냥낡은기지잖아성질급하기는잘보라고자치령기술자들이몇달째저길파고있어저기기중기보이지찾은유물을이제행성밖으로옮기려는거야정말이네맞지믿음을좀가져봐지미좋아자치령놈들정신이번쩍들게해줘야겠고기지를때려부수고유물을가져오자고それでは毎度おなじみのミュージックスタート今回は基地を使いながらユニットを生産し敵陣を攻撃するミッションですまずミネラルやガスを採集してくれる SCV でミネラルを採集しましょう SCV はユニットや建物を作るため必要なミネラルとガスを採集してくれるし建物を建てたり建物や機械を使って戦うメカニックユニットの修理もできますさて
技術室とメディックのためガスの用意もしましょう。ちなみに SCV はスーパークリティカルビジョンの略語のようです。序盤に SCV で視野を確保するのは基本戦法として使うし、 SCV をたくさん集めて攻撃するのも致命的で、そんな略語が付けられた模様です。そうそう、ユニットが非定値になるとサプライやコマンダーセンターを建てないとユニットを生産できませんので、より安いしすぐ建てるサプライを定期的に建てましょう。そしてガスは SCV を3人入れるのが一番効率が高いですが、リファイナリーを建てないと回収できません。ベラックスにつけた技術室が完成するとすぐメディックを生産しましょう。もちろんコマンダーセンターから SCV の生産も忘れずにするし、それに合わせてサプライも建てましょう。それじゃあ兵力がある程度集まれるまでカット。このくらいの兵力なら偵察するには十分。キャンペーンではたまにミネラルやガスが落ちているので、それを回収すると資源が増えますから、できれば回収しましょう。そして休まずにミネラルを使ってベラックスをもう一つかけて、より早く兵力を生産するのも重要です。ほう、メディックなしでこっちと戦うのか。無駄なあがきだな。そのミネラルは私が有用に使ってあげる。攻撃されている。こいつらゆっくりと行くつもりだったのに先に攻撃するなんて、そんなに早く死にたいのね。マリンを何機なくしたが、メディックが追加されると問題ない。メディックが来るとすぐ攻撃ができるよう準備している。もちろんマリンも休まずに生産だ。メディックが3人、そろそろ行くか。そういえばこの前に他の反乱軍たちがいるって聞いたが、ああいたいた、地治療に攻撃されているね。助けて味方にすると兵力がまた増えるし、助けましょう。それにしてもこっちもメディックがいるのに自治療はメディックもないのか。弱すぎるわ。こっちのミネラルとガスを手に入れたし、ベラックスもいるからこっちからも兵力を生産しましょう。戦争は兵力でやるものを。兵力こそ勝利と負けの分岐点。より多くの兵力が戦争を支配するのだ。どんどん集まれていますね。このくらいなら十分。それでは異物をもらいに行きましょうか。そうだ、ここから火炎者が現れますが、マリンはこいつらに弱います。火炎者は直線で火炎を発射しますが、後ろまで貫通するし、マリンのような軽鎧ユニットに強いユニットです。まあ圧倒的な兵力の差があれば簡単に倒す程度ですから問題ありません。それに私は兵士たちの福祉を大事に思っているので、メディックを大量に生産しました。正直マリンとメディックは5対1の方がいいですが、せっかくメディックの初登場ですから気合い入れてたくさん生産しました。ここが敵基地ですが、基地を全部壊せば終わりです。ただ問題はユニットはどんどん出るし、敵 SCV は基地を修理するから、生産基地であるベラックスやファクトリーから先に壊すのがいいでしょう。修理に来た SCV も先に壊すのもいいです。でもどうせミネラルがないとユニットを生産できないから、私はコマンダーセンターと SCV から先に壊します。さてここまで来るともうこのミッションはクリアですので、私はここで退場させてもらいます。では次の動画までゆっくりしていてねー。バローンバローン。기중기제어장치접속보안진설정암호해독중기중기제어시작아주멋져이제얼른적을감아올리고여길벗어나자고아레이나隊長からの連絡ですみょん迎えに来てくれってどうしましょう逆転面白かったらチャンネル登録お願いします。